ワンダラーズ FC は、イギリスのロンドンのバターシーあるいはワンズワースに、かつて存在した、イングランドのサッカークラブ。現在でも、ワンダラーズと名のつく、ボルトン・ワンダラーズやウルバーハンプトン・ワンダラーズなどといったチームとの関連性はない。1872年に、FA が主催した第1回 FA カップで最初に、優勝したクラブとして知られている。1859年、 ロンドンのレイトンストーンで、ホレストフットボールクラブとして設立。1863年にフットボールアソシエーションが設立された時の会員である。ロンドン中を放浪したことから、ワンダラーズの名前を使ったと言われている。チームの大部分は、パブリックスクールの生徒中心で、上流階級のチームだった。キャプテンは後に、FA の会長になり、FA カップの創設者ともなった。 チャールズ・アルコックであった。その他にもラグビー・フットボール・ユニオンの創設者の AG、グリマードも所属していた。彼らは1872年3月16日、土曜日、ロンドンのケニントン・オーバルで行われた FA カップ第1回大会決勝で、ロイヤル・エンジニアーズ FC を1から0で下して、初代王者になっている。ワンダラーズは準決勝のクイーンズ・パーク戦では0から、 例の再試合と苦戦したものの、軽快に駒を決勝へと進めた。対するエンジニアーズも、初戦のヒッチン戦、5から0で圧勝。なぜかこれは50分だけしか試合をしていない。準決勝のクリスタルパレス FC、現在のクリスタルパレス FC とは別。白地に、青の横島のユニフォームだった。戦後、前者同様再試合までもつれるも勝利。午後3時5分に、 主審のアルフレッド・ステアが合図して始まった試合は、前半15分、ウェストミンスターのドリブル王子の異名を持つ18歳と195日の、ロバート・ビダルのドリブルからモートン・ベッツの上げたゴールが、決勝点になった。その試合での最年長選手も、ワンダラーズのフォワードであるエドワード・アーネスト・ボーエン、だった。35歳352日。エンジニアーズも、ハーバート・ミワヘッドのシュートが、 ポストから2、3ヤードのところで外れた。その他にも一つチャンスがあったが、うまく沈めることができなかった。ユニフォームは黒とオレンジと赤という派手な色の横縞だったという。観客は2000人。クロスバーとゴールネットはなく、フィールドにはラインが書いてなくて、キーパーとフィールドプレイヤーのユニフォームの色が同じだったという。ファウルまでなかったという。試合は、 エンジニアーズのエドモンド・クレスウェル注意が前半10分背中に激痛が走るもピッチの外に出ることを拒否その後の激しいチャージによって鎖骨を骨折しかし選手交代は行われず10人同然で戦うことを余儀なくされたこれによってワンダラーズは有利になったこのことは記録されているもので最古のフットボールにおける不祥事故とされるこの大会は FA カップ史上極めて稀な大会であった。カップ戦名が FA チャレンジカップという名前で全大会覇者のチームは最初から戦わずに決勝で今まで勝ち進んできたチームと対戦するという形式であった。またタイトルホルダーは決勝戦を行うスタジアムを自由に決する権利を持つという特典もあった。ワンダラーズはこのルールの恩恵を受けて 他のチームが試合をしているとき親善試合をして調整していた。決勝の地はリリーブリッジ。ワンダラーズの本拠地だ。前述の得点を使いホームスタジアムに設定した。相手はオックスフォード大学。第3ラウンドで全大会発射のロイヤルエンジニアーズを1から0で勝つバンクルワセを起こしていた。準決勝ではクイーンズパーク FC の挑戦を不戦勝で乗り切った。 これは、クイーンズパークは、グラスゴーのチームで、準決勝の行われる、ケニントン・オーバルへ旅立てなくなったためとされている、スコットランド最古のチーム。1871年の世界最古の国際試合イングランド戦で、スコットランド代表がすべてこのチームから選出されたことがあった。そしてついに、リリーブリッジへ行くことになる。決勝に、ワンダラーズは、 アルコックとモートンベッツが出場しなかった。ワンダラーズの一部の選手が試合開始時刻に間に合わなかったが11時30分キックオフ。この時観客は後でボートレースを見るために集まったという。試合は早くからオックスフォードのスミスが素早いランでかく乱。ワンダラーズのケニオンスレイニーのゴールはオフサイドだった。得点は27分。 アーサー・キネアードのゴールで先制。その後は、オックスフォードに押されるも80分に、ボラストンのゴールで勝利した。オックスフォードも、決して弱くはなくてその後も、強引に、中央突破を仕掛けたが、うまくいかなかったという。全大会で輝いたのは、ドリブラーのビダルだったが、今回も、先制点を挙げたキネアードのドリブルがさえ、この日の最優秀選手を受賞している。 しかし次の大会では準々決勝でしっかりと仮を返されているでも準々決勝で1から2と接戦の末破れた。前々大会、前大会ともに長らく優勝から遠ざかっていた。特に前々大会では初戦のファニンガム戦で16から0で勝って好調な滑り出しを見せたものの準々決勝で涙を飲んだワンダラーズだったが青と黒のユニフォームをまとい今度は 順調に勝ち進む。セカンドラウンドで、当時の強豪クリスタルパレス FC 戦を3から0で、解消。準決勝では、エンジニアーズを倒したスイフツに2から1で新勝し、決勝進出。今までゴールが決まるたびにエンドを変えていたが、今回からは、ハーフタイムに一度だけ変えるという現在のルールになり、さらに32チームで争われるようになった。 今大会ではオールドエンジニアーズが新参者のハイウィコム25-0で、またクラパムローバーズ対レートンの12から0という大差でのゲームが多く実力の差が顕著に見られた。その中で勝ち進んできたもう一つのチームはオールドイートニアンズ、ワンダラーズの分岐チームである。全大会でも準優勝しており急速に実力をつけてきた。そのメンバーには第2回大会で ワンダラーズのハーフバックとして、オックスフォード大学を散々苦しめたアーサー・キネアードやアレクサンダー・ボンサーの名前もあった。キネアードはサッカー史上初めて、オーンゴールを記録した選手としても知られている。決勝戦には3500人の観客が入った。試合は、ワンダラーズのエドワーズが35分にゴールするも、フルス対決に燃えるボンサーが50分に、同点弾。 後半5分にも決定機を作るも決められず、両者ここぞのチャンスを逃して1から1でタイムアップ。1週間後にリプレイを行うことになった。観客は1500人に減ってキックオフ。イートニアンズは3人の選手を入れ替えてきた。それが選手たちを不安にさせたのか、ヒューズの2ゴールと代表選手であるキャプテンのウォーラストンのゴールで3点を奪われあえなく敗戦。 こうしてワンダラーズは3度目の FA カップトロフィーを掲げた。エントリーチームがまだ軍の学校の OB のチームであったり、陸軍のチームだったりしたが格段に増えてきて、広く FA カップが定着してきた。大会はいきなり波乱が起こった。前回準優勝のオールド・イートニアンズが隠したバーンズ相手にまさかの初戦敗退。ワンダラーズは途中で対戦相手のクイーンズ・パークが危険。 準々決勝を行わずに準決勝は、ケンブリッジ大学を倒した。同じ準決勝では、今まで5回連続で準決勝まで駒を進めている、オックスフォード大学が、エンジニアーズとの熱戦を制止決勝へ。宿敵ワンダラーズと、またしても対戦することとなった。FA カップでの対戦成績は3試合で2勝1敗と、星がいい相手だ。そして3月24日。 ケニントン・オーバルでの決勝戦。ケンリック・ FA カップで初めてゴールを挙げた戦。トリンゼーのゴールで2から0。だがここでサッカー史上初のオンゴールで2から1。これはオールド・イートニアンズから古巣に戻ったキネアードの失点である。なんとこの試合キネアードはゴールキーパーとしてプレーしており、自らのミスで失点している。しかし、ここでタイムアップ。 1> 第1回大会の生き残りが、ボラストンのみになってしまってもうまく世代交代を、図って4回目の優勝を成し遂げた。ノッティンガムやマンチェスター、シェフィールドの等のチームが参加。ドルイド新校者のクラブであり、ウェールズ最古のクラブチーム、ドルイズの参加で、ウェールズのクラブが、初めて参加したが、まだ学校 B や上流チームが支配していた。大会は、ハイウィコムとパンサーズが、 王者の洗礼を受け両者とも旧失点を浴びている。準優勝のオックスフォード大学も好調で、ハーツレンジャーズに5から2で勝利しさらに、オールドフォレスターズとクラパムローバーズに勝利して、準々決勝へ軽く進む。しかしロイヤルエンジニアーズの前に敗退。最多得点勝利は1回戦メーデンヘッド対、レディングホーネッツの10から0だった。メーデンヘッドは次のラウンドで、 ケンブリッジ大学に負けている。もう一つ好調だったのはオールド・ハロービアンズ。超えられなかったサードステージを勝ち進み、準々決勝ではアップトンパーク FC に3から1で勝ち初めての準決勝へ。準決勝ではロイヤル・エンジニアーズと前線したものの、2から1で敗れている。ワンダラーズは途中不戦勝などもあり、決勝へ。相手は好調 ハロービアンズを倒してきたエンジニアーズ。1872年の第1回大会と同じ顔合わせとなった。ワンダラーズのウォラストーンは今まで全ての大会にワンダラーズの選手として出場して決勝戦では未だ負けがなかった。3月23日、ケニントン・ウォーバルには珍しく女性が多く集まった。試合は前半5分、ヘンリー・ワースのアシストから ジャービス・ケンリックが沈めて、あっさり先制。その後、ゴール前の守りを固めるエンジニアーズ。モリスの放った、ロングスローはゴール前でクリアされるがこの辺りから、ゲームを支配したのはエンジニアーズだった。前半20分、混戦の中から誰が放ったかわからないようシュートが、突き刺さり同点。結局今も誰が決めたか分かっていない。ゲームを支配したエンジニアーズだが35分に、 フリーキックを与えてしまう。前方へ、浮き玉のパスが送られ、またもゴール前は混戦となる。その中から不意に一つの足が出てきたと思えば一瞬、戻るタイミングを誤ったエンジニアーズのゴールキーパー、ロビック・ブランスビーフレンドの今日ついた。ゴールライン上にいた二人のディフェンスは、クリアすることができなかった。今度も得点者の判別が困難だったが、ゴール直後、 アーサー・キネアードが仲間に祝福されていたので判別が可能だった。後半、ワンダラーズのゴールキーパーのカーク・パトリックが腕を骨折代わりにキネアードが代わりを務める。その直後キャプテン・ロバート・ヘドリーの同点弾はオフサイドで取り消し、結局55分にケンリックがとどめを刺して5回目の最後の優勝を達成した。第8回 FA カップは 初戦でオールド・イートニアンズに2から7で惨敗。その後は主力選手の離脱などもあり、振るわなかった。タイムズ氏2887年にハーロー校のチームと対戦した記録があり、その頃に解散したと思われる。所属していた選手は、それぞれの通っている学校にチームを作っていった。例えば第8.11回 FA カップ発射のオールド・イートニアンズや、 第10回 FA カップ発射のオールド・カルトジアンズなどである。5回の優勝というのは史上8位の多さである。彼らは複数のスタジアムをホームとしていた。リリーブリッジとバターシーパークを本拠地として併用していた。1872年から1880年までに15人の選手がサッカーイングランド代表に選出されている。ありがとうございます。